はい、どうもスタッフケンタです。今日は9月の1日、木曜日となります。 Vlog スタートとなります。もう9月ですね、ダッシュで行きましょう。はい、しばらくぶりのですね、アップとなりますが、この2日間ですね、お店を、定休日も含めてお休みをいただいておりまして、生まれたばかりのですね、子供の、退院と、そして、行政のですね、手続きを完了させてきました。はい、ちょっとね、病院がコロナ禍というところもありまして、陣痛からですね、病院に送って、全く顔もですね、見れませんでしたが、母子ともにですね、健康で元気もりもりでございました。はい、ミルクもですね、これたくさん飲んでおりまして、適正量入れてもですね、まだ足りないと泣いてしまったり、これからですね、どんどん大きくなっていくことでしょう。はい、昨日のですね、もう夕方、夜に近かったかな、しばらく奥さんのですね、実家に里帰りというところで、1週間に1回のちょっと顔合わせみたいな状態になってしまうんですけど、休みの日にはですね、早朝から練習をダッシュで終わらせて、顔をですね、見に行きたいなぁなんて思っております。で、名前もですね、決まりまして、朝日というですね、名前をつけました。朝に飛ぶというですね、朝から元気いっぱい飛ぶように遊んでほしいなというところで、はい、早寝早起き朝トレーニングをですね、一緒に頑張りたいななんて思っております。はい、さて、今週末ですね、新潟県内いろんなイベントがてんこ盛りでございまして、大きなところですと、佐渡トライアスロンですね、があります。そして、県内ライダーも結構たくさん出ますね。新潟ヒルクライムというところで、この2つの、イベントが開催されます。県外からですね、この新潟に、来られる方も多いかななんて思っておりますが、今日9月の1日そして明日の金曜日にかけてですね、佐渡トライアスロンの方々は新潟に来られると思うんですけど、当店ですね、この木曜日と金曜日の、15時オープンとなっていますので、もしかするとですね、ちょっとこの時間帯にご来店された場合には閉まってるかもしれません。で、購入がですね、決まってるものであれば一応購入ができるようなところもありますので、少し閉まってるですね、シャッターのところから入ってきていただければななんて思います。忘れ物もあるかななんて思いますので、急な対応もバッチリできますので、よろしくお願いいたします。個人的にですね、お知り合いの方はちょっと挨拶に来たみたいな感じのところでですね、メッセージをいただければななんて思っております。その時だけ私作業を止めますので、よろしくお願いいたします。今日はですね、ちょっと2つ、パパパッとお話をしていきます。昨日ですね、メインチャンネルにアップをさせていただきましたが、県内のグルメライドイベントですね、9月25日開催の、苗場山麓ジオサイクリングですね、こちらになります。当店のですね、お客様が主体となっておりまして、開催しておりますイベントでございまして、新潟県内でもですね、非常に良い景色の場所を走れるコースなんていうところでございますね。津南、そして秋山郷、清津峡あたりのですね、コースをぐるっと山岳コースになっておりますけど、走る100キロちょいぐらいのですね、コース、そして、獲得標高 2400m メーターアップというですね、非常に、体と心をですね、満たされる感じのコースとなっております。ぜひこちらのイベントですね、メインチャンネルの方のリンク、詳細欄に貼っておきますので、チェックしてみてください。エントリー締め切りですね、9月の11日までとなっております。美味しい食べ物満載でございますので、よろしくお願いいたします。そして、ですね、クリートの位置に関して、ちょっと質問をいただいておりまして、シマノのシューズと、シマノの、クリートの
場合ですね、ちょっとうまく組み合わせられるようなところで標準的な位置をチェックできるようになってますよというお話をさせていただきたいななんて思っております。シマノのシューズの場合ですね、まあ、このように赤いですね、丸というふうに書いてある部分ですね、その先端の部分をクリートの丸という一番先端の部分に合わせていただいたり、こんな感じでですね、中心部分に丸が書いてあるんですけど、クリートの方にも丸がついてますんで、そこの部分をですねうまく組み合わせてあげる と、クリートが適正な位置で簡単に取り付けできるかななんて思っております。ここから微調整みたいなところもあるんですけどね。そして、注意点として、グリスのですねところに、ネジの部分に、グリスをしっかりつけましょうというところですね。これ結構雨の中で濡れた時にここがですねそのまま固着してしまうっていうところもありますので、しっかりですね、ネジにはグリスをつけてあげてください。そしてですね、当店のオンラインショップでも、販売しておりますが、別売りでですねデュラエースにしかついてこない特殊な軽量な、クリートのボルトですね、こちらの方も販売させていただいております。軽量化されているものはこのようにですね、ちょっとこんな感じでなってますんで、ちょっとクリートがめちゃくちゃ削れておりますが、こんな感じの、クリートのボルトですね、ありますのでぜひチェックしてください。1100円ぐらいだったかな。はい、よろしくお願いいたします。ということで、今日は9月の1日木曜日 A ダッシュで仕事します。それではまたアップします。